皆さんこんばんは。やってまいりました。この時間が毎週水曜日の24時半から、お届けしております。ということで本日もいろいろ日本酒とか用意してますので、ゆっくりお茶の間で寝る前のひとときを過ごしてもらえたらなと思います。それでは行ってみたいと思います。豊住ひとみとシリケツミルコのホテルいざよいということで、ありがとうございます。今日はね、そうなんですよ、皆さん見ててわかると思うんですけど、こちら側がねちょっとぽっかりいないわけですよ。ミルコさんがちょっと都合で今日は来れないということで、一人でやるのもあれなので、ちょっとゲストさんを呼んでますので、めちゃくちゃ早いですけどとっても早いですけど、もう一緒に喋ってもらおうと思いますので、それではお呼びしたいと思います。ゲスト島雄大くんです。よろしくお願いします。イエイ、こんばんは。ありがとうございます。お邪魔します。もう若干ほんのりあれですけど、えほんのり明るいですけど、ちょっと今日は代打で代打でありがとうございます。ということでね、そうね、本当にミルコさんが今日ね、そうなんですよ、今日ボリューム2なのに、まあこう諸事情というか諸事情でちょっとね見てるかもしれない、ピッチヒッター、はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんで呼んだかと言いますと、はい、日本酒好きじゃないですか。好きということで好きなんですよということでね、日本酒に釣られてほいほいとやってまいりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当にね、この番組は一応ですね、私旅をするのも好きなので、その旅先でいろんなお酒とかを、まあ美味しいなと思ったものを持って帰ってきて、ここで飲んで、その寝る前にね晩酌して、いいね、ゆったりした気持ちでこう、じゃあお休みっていう形で寝てもらおうか。ミルコくんとひとみんとこう、うんうん、あれね、こう遠距離晩酌できるという素敵な、そう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 、そんな素敵な、そんなホテルいざよい、そんなホテルいざよい、ボリューム2ということでボリューム2ということでやってまいりましたが、お邪魔しています。よろしくお願いします。今日はね1時間たっぷりお届けしたいと思いますが、はい、早速飲みますか。飲みましょう。せっかくあるんで、ね、これね結構いつも飲みきれないんですよ私。そうで、そうなんです、今回はどこに行ってきたかと言いますと、どこですか。このラベルを見ても分かるように江ノ島に行ってまいりました。イエーイ。まだちょっとね涼しい時期だったんですけど、4年もまだちょっと早かよね。でもすごいヨットとかわーって、あーこんなに人いっぱいいるんだと思いながら、なんて言うんだっけ、うん、ウィンタースポーツじゃない、サマースポーツみたいなけど、うん、まあそういうサーフとかね、ヨットとかやる人は、で逆に今ぐらいの時期ってあんまり人おらんけん、結構いい塩梅ではないんでしょうか。休みの日に行っちゃうとあれかも、わあ、もう今の時期でも多いいる、はいる感じね、え朝早くかなんじゃないですかね、まあ、サーフィンやらないからわかんないんですけど、ね、朝早く行く人多いですよね、サーフィン ね、 ね、なんか波が立つとかどうのとか、え、詳しい口ですか。え、ちょっとね興味あって、おえ、やってたんですか。いや、一回だけ、そう初サーフィン連れてってもらったのが、あの九十九里、おち、あれ千葉の方、そう千葉ので、もう波が結構立ってて、お、あの母なる海にボコボコにされてえ、立てないよってこと。立てん立てん、あれ難しそうだもんな。よくにこのパドリングもできんけど、パドリングっていうんだね。そうそうなんですよ、あれこうボード持ってパシャパシャ波に打ち際まで行って、そっから先はこう、そうそう持ってってザッバーンって行って、で波が来たらほうほうほう、こうなんだろう、穂先というか、こう、あのサーボードのね、先をこう沈めてこう潜ってみたいな。え、潜るんだ一回。そうそう、一回その波をパスし、じゃないと、ウェーってなって、そう、どんどんこういけんけん。そう、へぇー、それさえももちょっとイメージが違ってた感じ。重労働というか、あまあ、母なる海に折檻されてそれ以降、何も何事もなくちょっと笑顔なくてね、そうなんですね、
あ、ちょっとプシュッといきますか。江ノ島の、ですよね、江ノ島のビールを。まさに江ノ島ビール、これ飲んだんですよ、美味しかった。めちゃくちゃ開けさせるっていうありがとうございます。美味しかったんですよこれ。さあやったん、じゃあ乾杯。乾杯。皆さんも飲んでくださいね、何かをね。いや、どうですか江ノ島ビール。鎌倉ビール、うまいですね。うまいね。やっぱこの、何でしょう、クラフトビールというやつでしょうかね、この、まあ、地ビール、と言われる独自のやっぱこう、ボディが強いと言いますかね、こういうの好きなんですよ。いいよね。うんうん。そう、なんやろ、例えば夏祭りとか野外でね、暑い時期に外に出て、もう汗かいてこうごくごく飲むビール、とはまた違うアプローチというかね。確かに。その夏祭りとかのビールはやっぱりあっさり苦い。そうそう、やけん多分野外とかその夏の時期なんていうのはやっぱりこうね、ザ・ドライのね、スーパードライという朝日さんのビールがありますので。おー詳しい、はい、え、ね、スーパードライ、そうそう、夏の時期のスーパードライとか、あのオリオンビールとか結構やっぱこうあっさりしとる。そう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 、もうほんとね、こうあのアルミの缶がね、もう外気の差でこう汗をかく感じがね、ガチガチに冷やして、ほう、もう汗だくでその水分補給をビールでするみたいな最高です。ビールで水分補給、そう、チェイサーみたいな、まあ、それがね、こうそのスーパードライとか、あのオリオンビールとか特にハマるシチュエーションでありますが、こういうやっぱクラフトビールとかもうやっぱこうボディがしっかりしとるけん、まあ、なんならこの単品だけでもいけると思うし、まあ、ちょっとね、こうつまみながらちゃんとじっくり味わうような、そんなビールじゃないかなと。詳しい、さすがです。こう私買ってきたまんまにね、こう何がどうって言えないから、もうその時々のことを言うんですけど、これやっぱり私あれなんですよ、こういうなんジャケットジャケね、ジャケ買いする方なんで、すごい可愛いね、この亀がね、タツノオトシゴとカメさんがいる感じの、魚もいるし、魚もおるね。そう、この身とか何かわかんないんだけどな、なんだろうな、とかね。これは多分麦ですね。麦とホップが。あ、そう、上のこれが麦で、下のがホップですな。あ、麦とホップ。これなんか、そうそう、もう一種類ぐらいあったんですよ。あ、でも、もうこれ、こっちっていう。ジャケがね。ジャケがこっち。ジャケって大事、大事、本当大事、大事。CD とかもちゃんとあれですか？ね、ジャケット、CD 作る時とかも。でもね、これね、あのインディーのミュージシャンはやっぱり顔を覚えてもらわんといかんけん。あ、う、あ、ん、そうか。そう、ファーストとか何枚目かまではやっぱ顔写真をね、ジャケにバーンと使った方が、あっつって、誰誰ってこう分かりやすいように、そういう思考もありますけども。今写真使ってますもんね。そうね、あそこにあるこの島雄大のファーストフルアルバム、わぁ U&I はこうバチッと顔写真をねやってるやつ、いいじゃないですか。使わせていただきました。どう、へぇー、はい、ね、これもね、めっちゃいい歌いっぱい入ってるんで、ありがとうございます。ぜひぜひ買いに来てもらえたら、買いに来て、ライブ会場、もしくはこれジェットのあれでも販売してるんでしたっけ。お、そうですね、このジェットロボットの初めの、今日ね、これ見てもらったやつのところで、こう会場 CD のところでご購入いただけますので、ぜひぜひぜひ見てもらいたいと思いますんで。お、これはあれだったかな。そうね、このね、うんうん、地ビル系というかこう、クラフト系はですね、美味しいよ。酵母のろ過や熱処理を、ね、してないっていうのが結構多くて、酵母がね、ほんと下の方に沈みますと。え、この中にまだいるんですか。いる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 、あのね、へちょっと、わかるかね、もやっとしたやつ、ちょっとなんかこう
ちょっと塵のようなちっちゃい粒々、ね、これこれ今から見た人何やってんだろうってやつ、酵母ですあのここにいる酵母を今見ているっていう、結構がっつりいる、がっつりいますね、なんかいるっていうか なんだろうな、こう振っちゃいけないのかな、振ってもいいのか、これさっきはこっち側が気になるんですよ、このなんか灯台の風と音を聞けば思い出の詩が流れてくる、そう書いてあるって、これ完全にサザンですな、あ、え？サザンの感じじゃないの、この何の歌だ、富士の傍らの雲は亀の背で岩をつまびくだ、江ノ島といえばサザンやけどね、あ、そうなの、確かに弁財天だったのか、なんかいいですね、これいいよね、こう、そう、文字を読むのが好きで、私は、はい、おこういう横の文字だったりとか、例えばその昔の、ゲームの説明書とかね、まず熟読してゲームのも、そう、ゲームのもやらないでやる前に、世界観とか、でも最初のってあれ映像流れるんじゃないの、このゲームやるときにこう、そう、いやでもカセット買ってくるでしょ、箱から取り出しますと、カセット取り出します、こう説明書があります、うん、はじめにみたいな、その世界観というかね、 あれがあるでしょ、 あれを読んで、こんな世界一体って、でそれで操作方法があって、あ、それを読んでってみたいな、ロールプレイングゲーム系ってこと、そうそうそう、ゼルダの前説、あ、懐かしい、ゼルダはいいですよね、で名作でしたね、あのスーパーファミコンの、確かに、じゃあ年代が似てるといいですね、そうですな、知ってるやつが分からないから、え、ミルコくんも一緒ぐらいって、うーん、でもちょ、うん、ぐらい、そうね、うんうんうん、そう、んあれも聖剣伝説とか好きだったんですね、聖剣伝説2でしょ、うん、最高やったよね、うん、かわいい感じが、ね、いいなぁと思って、そうそう、絵の感じとかもね、うん、いいし、いや、そうそう、そうなんですよ、でね、行ってきて、うん、旅行くじゃないですか、はい、ちょっと写真印刷してきたんですけど、お、江ノ島行きました、行きました、で、何がしたいか、したいか、一番やりたかったことはこれなんですよ、じゃーん、これしらす丼ですか、生しらす丼を食べたかったんですよ、ね、そうよね、一度でいいから、この生を、お、こっち生ですよ、え、初めて食べた、食べました、いや、まだ食ったことない、え、食べたことありますか、生しらす丼、あるんですか、うん、生姜醤油、あんまそう、え、知らない、なんだ、え、何のしらす、しらすじゃない、しらすはしらすじゃないんですか、しらすは養生、あ、何の子供だと、え、この子何の子供でしたっけ、イワシ、おー、うーん、うん、あー、へぇ、若干一瞬この、うん、じっくり見ると怖いじゃないですか、目がまあね、こうギランギランな、そうですね、で、食べてる時も、あ、食べちゃってんだなって自分で思いながらもちょっと目があったり、そうそう、美味しいって言って、ちょうど着いたのが、10時ぐらいに行って、でここに着いたのが12時ちょい前くらいか過ぎてたかぐらいだったんですよ、だからピークぐらいの、あと残り何食ですみたいな時で、ああ危なかった、だから皆さん行く時は早めに行った方が、お昼より前に行かないと売り切れちゃってるかもしれないっていう、ね、いやほんと危ない、ボイルはあるんですよ、生が限定的になっちゃう、あと何個しか何食しかできませんみたいな感じで、あー、ほんと美味しかったです、私は佐野寺屋さんっていうところに行ったんですけど、いっぱいあるんですよね、お店がね、もういや、吐いて捨てるほどあるでしょう、うん、でも どこに入ろうかなっていうので2週ぐらいかでしてその間にあれかなと思いながら早く並ばなきゃ、まあ大体ね、こう、クオリティはね、こう均一な感じがしますが、うんうん、いやでもほんともう一回食べに行きたいんですよね、生しらすのところは、うんうんうん、どうかな、ミルコさんかな、多分ちょっと諸事情なんですよね、あ、これそうですね、そう、これなんか、うん、まあ、今日はちょっとそうなんです、ね、スペシャルな夜ということでもう急遽こしらえたね、このいや、そうですよ、急遽さっき
うん、わし、まあ、字汚いけどね。まあちょっとそこら辺はどんな、うん、どんな字だ。あ、こっち見れば見えるんですよね。うん、で、そう、ならみちゃんにね、うん、この江ノ島行ってくるんだよってか鎌倉行くんだよって話をした時に、うんうん、なんかじゃあぜひ食べてきてくださいって言われたのがあって、うん、これ あ、なんけそれ、これじゃーん、すいません、私も映っててそしてアップにさせてせんべい何せんだっけこれ、これなんかエビせんとタコせん、タコせん、タコとエビ、タコエビせん、タコエビ、いやタコ、これがね、これはタコ、タコ、タコとエビ食べたんですよ。挟むやつでギューってするやつやろ、ギューってやってうわーって思って、いやなんか来たからにも食べようかなと思って、ね、食べてたんですけど、いや大きいですよねこれ。でかいよね、だって顔、まあでもまあ薄いけんね、すんごい薄いんだけどめちゃくちゃ大きくて、でしかもまんま入ってるじゃないですか。まあね、あ、そっかそっか、そうで、タコ作ってるとこ横で見てたんですよ。タコを何匹もちっちゃいタコだけど、こういうタコ、そういうタコを、こういうタコをこう掴んでペット置いて、ギューってギューってやるの、あれが叫び声に聞くのなんか、あ、申し訳ない、まあ、ギューンって、あれほ、あれはほ、何ですか、ただの水分が蒸発する、蒸発した音、そうそうそう、まあ、叫んでるように聞こえます、私には生態がないの で、 そうです、ね、海の生物は基本的に泣きませんので、確かに、大丈夫です確かに、で、本当にエビも、これタコってなんかエビっぽい感じはするけど、そうそうそう、こっち、これがタコ、これがタコで、これがエビ、ダブルね、ほんまエビ、はぁ、2個食べたんですけどそういうこと、これはね、4つに切ってくれって入ってて、はあはあはあ、こっちは多分そのまんま切らずにエビの方は、いやすごいですね、これインスタ映えするんで食べてくださいってみっちゃんが言ってたんで食べてきたよっていうことで、何気にこの、あー、この海が良かったですね、いいですね、ちょっとね、じゃあと、いやー良かったですよ本当にっていうね、こんな感じで食べる話してるんですよ。江ノ島行きますよく行ったこと、いやよくはいかんばって、たまに、たまに年に一回行くかなみたいな、やっぱ夏とかね、そこ、あ、去年はバーベキューとあとちょっとフリーライブを見にですね、おお、あ、ん、江ノ島の、江ノ島アイランドミュージックフェスティバル、へえー、おお、行ってきたんですか、知り合いが、知り合いというか、まあ、ふわっとこう知ってる人がですね、主催というかやってて、あの江ノ島のあのね、島のう、てっぺん、おお、え、で、え、神社のとこじゃなくて、あの、島のてっぺん、あるじゃん、あ、なんかなんかこう、そうそう、展望台、展望台がある、その展望台のふもとのなんかこう、なんだっけ忘れたけど、公園、こう、なんかこうパークといいますか、うんうん、そこで、2日間にわたって、ライブをね、こうするイベントがあるんですけど、それをの、中村恵美さんをね、出演されてたのでちょっと見に行って、いいなと、癒されて、いい感じですか、めっちゃいい、癒しっていうかね、こう、あの人はね、こう、素晴らしいですね、あのギターの川村博さんもね、素敵なギターを弾く人で、いや素晴らしかった、おぉかな、多分キンキンに行ったのは去年の10月、90、11のどれかやった気がします、おぉ、じゃあ行ってますね、私が行った時はハワイアンが流れてましたなんか、あ、ね、ハワイアンの何かをやってた感じが、そうね、やっぱこの海、うん、海だからみたいな、はあ、南国的なね感じがね、しますな、いいなと思いながら、いやでも江ノ島に行くのが結構久しぶりで、うん、鎌倉は結構行くんですよ、あの神社とかが好きなんで鶴岡八幡宮とか行ったり小町通りとかそこら辺でフラフラしたりとか、報国寺っていうお寺がある、お寺、神社、お寺かな、あるんですけど、竹の寺で、うん、竹、竹、竹の寺、竹、竹がこうわーって、あー竹林、竹林が、あーびっくり、竹で建てられたとかじゃなくて竹林が、はいはいはい、ところでお抹茶も飲めるっていうので、もう京都とかにあるじゃないですか、わーって趣がありますな、うんうんうん、いいね、それちょっと、そうやと、報国寺、報国寺
ていうお寺が大好きで結構行くんですけど、うん、誰もいない時に行きたい、まあ、そうよね、観光客の人が誰もいない時に行きたいっていう欲があるんですけど、まあいますよね、まあそれはね、うん、大体いるなと思う。こうそう、東京というかさこう平日の昼間でも人ってめっちゃおるやん、うん、学生服着た人もおればっていうか、もうスーツももちろんおって、うんうん、なんでって思う、すげーなって思うのはねそう最近はこう薄れてきたあれやったけど、うん、もうだってね平日でもどこでもね、例えばディズニーランドとかでも、うんうん、なんかそういうねテンパークないし、観光スポット行っても、うんうんうん、地方なんて平日はもうガラッガラよ、うん、そうなんですか、ガラガラやし、町なんて誰も、町にいない、まあ町と呼べるほどの規模じゃないかったかもしれんけど、まあね、そう、うんうんうん、やっぱすごいですよね、うん、この大都会、大都会の中でコンクリートジャングル、大東京ますからね、東京、今日ほんと皆さん休みぐらいな感じの人数いますよね、はい、わっ、びっくりしちゃうね、まあ、でもそういう喧騒から離れたい時にはまあ鎌倉とか行っちゃいます、いいですね、うん、箱根とか鎌倉、またこの猫がいい感じですな、そうだとあれですよ、箱根神社じゃ、箱根じゃないや、江ノ島神社、江ノ島神社に初めて、江ノ島、江ノ島にある神社、そう、江ノ島にある、そう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 、そこあるね、なんかこうそう、いつも展望台のとこにポンってすぐ行っちゃうんですけど、うん、間にこうスーッて入っていくところがあって、うん、で、いや神社あったんだと思ってちゃんと今回は神社に行って、はい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 、そしたらこの猫可愛くてこれなんか亀石っていう石なのかな、なんか多分本当は持ち上げたりなんかするような、え、これ持てんでしょ、ちゃんとした石なんで、なんだろうな、なんか祀ってある石なのに、うん、その上に寝そべるにゃんこって、さすがですね、猫さんはもうね、慣れてる感じですよね、まあ、もういつもいるんだろうなっていう、で、みんなに撮られてるっていう、みんな写真撮ってますよね、可愛いから、いいスタバイスもね、そうそう、この堂々とした感じがすごいいいなと思って、うん、いや、いいですよね、このね、猫ね、よかったです、本当に、おお、ね、あらら ら、っていうことね、このにゃんこの感じも、猫とか好きでしたっけ、動物は好いとるばい、あー、犬猫、お、犬猫、犬派猫派、うーん、で、言えばどっちかっちったら、うんうん、いや、甲乙つけがたしですね、あ、犬か猫か、犬も猫も、あ、たまにさ、こう、Facebook ないし、Twitter でこう、うん、誰かしらがこう、リツイートしてね、うんうんうん、こう、動画いる、たまにめっちゃ可愛いのがいる、ファーつってなるんだ、あらららって犬猫が、へー、そんな感じで、そうですね、私結構猫、今猫飼ってるんで、お、すげえんたい、アメリカンショートヘアを飼ってるんですけど、2匹はははえ、2匹も2匹、女の子2匹飼ってて、もう喧嘩喧嘩ですよ女子だから喧嘩みたいな、じゃれとるんでしょうな、でもほんと可愛いなと思いつつ、でもこの前、一昨日かな、うん、帰り道、仕事の帰り道に、うん、ゴールデンレトリーバーの、うん、でっかいと、ほんとこんなでっかいじゃないですか、でっかい、このでっかいやつがいて、うん、で、その横にこんなちっちゃい子犬が、ゴールデンレトリバーのこんなちっちゃい子犬がいて、うん、やばいと思って、もうね、そう、いや、これはやばいぞと思って、あーってなるよね、こう、もう見ちゃって、もうずっと見ちゃって、わかるけ、ちょっと犬派の人が、え、犬派の人が、あ、ほんとだ、犬、そう、犬派になってんね、犬で言ったら、わしね、もうパグとかフレンチブルーのあの感じがね、あケツがプリッてしてるでしょ、ケツ、おケツのこうペシッてこう叩かれてとかやっぱね、確かにね、あの系統はね、こう愛嬌があってね、素晴らしいんですよ、確かに、もちろんね、モコモコのね、うん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 、ポメラニアポメとかもね、あのヨーキーとかヨークシャテリアとか、もちろんそれはね、うんうんうん、チワワもそうやけど、可愛いばって、うん、まあパグフレンチブルわかるかな、あ
れはね本当に愛嬌、愛嬌が、愛嬌、そうね、うんうんうん、ありますもんね。あとね、そう、そう、子犬でも、でっかい子犬おるやん、ちょっと大型犬の子犬ね、うん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 、そのゴールデンレトリバーで横切りました、酔っ払いが酔っ払いが今いてくれてる感じでね、ちょっと後で日本酒あるんで飲んでくださいね、一緒に。そういう番組なんで、いる人みんなで飲むぞっていう番組なんでね。チャウチャウのね、チャウチャウ、なんか久しぶりに聞いたチャウチャウっていう、そう、あのペットショップでこう子犬のねチャウチャウがおったって、うんうん、もうすごいよね、うんうん、毛玉マジで、うんうん、でっかい毛玉自由な感じ、毛玉、毛玉、でっかい毛玉がね、でっかい毛玉が、そう、素敵ですね、チャウチャウ、けど今日、今日ね、今日毛玉風な子、今日寒かったじゃないですか、若干モコモコな感じなんで、今暑いって、雨降ったけんね、そう、暑いなと思ってね、あれなんですけどね、そう、いやー、ほんと犬と猫はね、別れるというか、いろいろ早いなりますからね、ほんとに美味しゅうございました。やった、いや、ここ、あれですよ、この前箱根行ってきて、箱根のくず竜ビール、くず竜ビール、美味しかったんですよ。で、ビールもいいじゃないかと思って、そう、ビールもいいんですよ、うん、ビールね、やっとビール飲めるようになったんですよ、あら、私、まあダメだ、オリオンビールとか飲めて、ベルギービールとか飲めてたんですけど、うん、日本のあの、ガッてくるのはダメだったんですけど、今飲めるようになって、はいはい、あ、だってもう最近はね、うんうん、もうクラフトビール多いし、うん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 、だってヤッホーブルーイングの、うん、あの夜な夜なエールとか、うん、あるのですよ、水曜日の猫とか、あ、多分そう、猫飼っとるんだよね、あれって買った気がする、水曜日のビールは、あれ、そう、あれを見てフルーティーでしょ、うん、飲んだ気がするな、なんか来て、ね、あれかな、知り合いのあだ名がちゃうちゃう知り合いのあだ名がちゃうちゃうでしたあだ名ちゃうちゃうって、なんかちょっとこう反応どうしたらいいか分かんなくなるやつですかね、ちゃうちゃうって呼ばれるってことですよね、ちゃうちゃう、かわいい、あ、そう、なんかね、いろいろ言われそうな感じですけど、大阪の人かな、かわいいな、大阪の人でちゃうちゃう言いよったけ、あ、もうあだ名がついた、私の地元の先輩が東京にこういらっしゃるようなんですけど、うん、その人のあだ名はダケンさんっつってね、ダケンさん、そう、なんとかダケンって、健さん、そういうのもね、ありましたね、でもじゃあそう言われるとね、ちょっと名前、方言っていうかね、入ったりするから言われたりするんですか、ごく少数の人にはわしはギャンと呼ばれます、あ、ギャン、ギャン、ダギャン、ギャンって言ってるか、ギャンはね、ベリー、そう、大牟田弁というね、こうわしが生まれ育った地方の言葉で、ギャンはベリーなんです、おー、ベリー、ベリー、そう、たもんでね、で、あの博多弁とか行ったら、はんはんはん、バリとかチカッパバって、そう、鹿児島やったらワッツバって、バリとか、うん、チカッパっていうのは、うん、ちょっともうシティ言葉やけん、へぇ、大牟田地方では言わないのですよ、そうなんだ、ギャンとかガンとか、うん、え、最後につくんだよね、いや、最初ベリ、バリ、バリなんちゃら、バリすごいとか言うやん、へぇ、あれをギャンすごい、あ、そっか、ギャンすごいっていうの、語尾は倍とかね、あー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 、やけんとかだけんとか、方言いいよね、方言ね、あれ、ひとみんは、まあ、東京のここなんで、そうなんですよ、だからあんまり知らなくて羨ましいなと思って、こう、なんかだって、ね、日本語プラスアルファなんか知ってる感じになるじゃないですか、方言知ってると、まあ、そうですね、言ったらわしはもう標準語と、うん、まあ、福岡弁のバイリンガルになりますからね、うんうん、はい、いいなと思って、ね、いや、喋れないもんって思っちゃう、あ、大牟田、あれ、嘘、大牟田え、大学、あら、ご一緒、マジでか、え、そうなんですか、え、ちょっと、これ、何さん、読んでいいのか、これ名前、ゆたかさん、ゆたかさん、そうだった、ゆたかさん、いつもね、結構いろいろライブ見に来てくれる方なんですけど、そうやったら、うわぁ、嬉しか、うわ、え、そうなんですね、わし、あれですよ、
銀霊ラーメンってご存知ですかね銀霊っていうラーメン屋さんなんですけど、あるんです地元に、ありますね。でそれでもう今はちょっとやめとるばって、私のお父さんはそこでずっと働いてましたからね。本当にもうラーメン作ってたの。そうそうそう、豚骨スープが母乳の代わりでしたよ本当に言ったら豚骨が、あれ九州だよね。九州福岡の大牟田市って、あの本当熊本の県境、もう西鉄のね、そう最終電車でね終点ですよ、もう大牟田。ね、はぁ、あ、豊さん、うわ嬉しか、ちょっと、あれは大丈夫だったんですか、地震は。地震今回、あれ今回あれ関西や、うん、そうそう大阪、大阪でもね、近い、うん、なんかいやいや、どっちか大阪と大牟田は王はあれやけど大阪と福岡やけど、そうね、こっち側だった。熊本地震の時もね、まあ結構うわ、銀霊、行っとらした、ね、やったぜありがとうございます。すごい母乳だったそうです。そうスープが母乳。銀霊はあれですよね、飲んだ後の締めで行ってもこう、いいんですよね、そうコクがあるばって、そうあっす、ほら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 、そう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 、飲み行った帰りは銀霊ですもんね。そう、あの大正町という飲み屋街がありまして、ちょっと酒飲んでおかね。あ、これどうぞ。ちょっとあの飲みますか、これもね、催促していただきましたよ。そうそうそう、これは江ノ島、神奈川の江ノ島の先方天聖純米吟醸。じゃん、香川に、香川駅って読むのかな、なんて読むんだろう、最寄り駅がそこで、熊沢酒造さん、熊沢酒造があるんですよ。これ香川駅場って、あの四国の香川ではないよね神奈川の香川っていう。そう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 、で天聖でしたよ。なんか爽やからしいからぜひぜひで、あれです、ちょっとセレブリティな感じで、ねえ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 、ほんとだー、ギャルも、あ、これね、これもありね。そう、日本酒好きな方だからやっぱり、うんうん、イエーイ。天聖美味しかったんですよ。なんか料理とマリアージュしていろいろやってるレストランがあって、熊本さん、ね、こういうこれ料理をもうね、スタッフがちょっと飲み出したので、そうなんですよ、もうね引きはできませんがあのいろいろな料理と合わせてビールと日本酒が6種類ほう全部で6種類出てくる、料理に合わせて、そうそうそう、ちょこっとずつ出てくる、このこれぐらい、いいアプローチしてるね、このチョコに一杯とか、ちょっといただきます、ぜひぜひ。いやでもこの中でやっぱりこのソーセージが美味しかったんだな、全部美味しかったんだけども、あ、うん、これは美味しい、爽やかな、うまい、多分、うん、そう料理幅広く合いそうですね、多分魚はもちろん、多分肉とかも絶対合う。あ、スッとするスッとする、うん、でももうちょっとパンチがあるのの方が好きだよねきっとね。あ、わしはそう、うん、やけん日本酒はね、うん、こう、うん、淡きこと水のごとしがよかれっていうね、こう古いこのあれがありますけど、それで言うとそのあれですね、淡麗辛口がそれの淡きこと水のごとしみたいなね、言うばって、わしはあの、芳醇うま口系が好きですよ。芳醇なんだ、どしーっと構えて、もうそれだけでもうスイスイこういけるような、うんうんうん、スイスイ。あ、でもこの料理に合わせた時のなんかどっかにどしんときたのが出てきたんですよ、最初かな、どこだったかな、なんかパスタ、うん、なんかと合わせた時にずっしりしたのがいた。そう、日本酒ね、マジで料理と合わせるとね、うん、うんうんうん、おいしいよ。乾杯そうだった、乾杯しなかったよ、乾杯。誰だ、新しい人、まあ、そこからだと見えないんだよね。わあ、乾杯。何さん、これなんだ、あ、萌えちゃんかな、これ萌えちゃん、萌えちゃんかな、アミトの萌え、萌えちゃんだ、あ、萌えちゃん萌えちゃん、乾杯。じゃあ、豊さんと萌えちゃん遠距離晩酌スタートです。イエーイ、遠距離で飲みますっていう、そう、これができるからいいんですよね。そうそうそう、なんかもうね、24時過ぎたら、うん、いいんじゃないかと思って、いやもう全然この24時半からだし、もう飲んで食べてやろうっていう、よし
最高やね、やつでやってもらっていいねイエーイ。いやでもあーなんだっけな、うん、あ私がねちょっともうちょっとその昔になりますけど、まあ晩酌をし始めた頃ぐらいか、そう晩酌をするきっかけになったですね、その女子がおりましてね、その当時付き合ってた彼女なんですけど、でその子が、晩酌をするけん、わしもともと飲み会でしか飲まんやったん。え、そうなんだ、もうイメージはもう飲むっていう、飲むぞみたいな。普段飲まんで、もう飲み会の時はもうジャブジャブ飲むみたいなタイプやったっちゃうけど、その子が、晩酌をする子でねこう料理を作ってくれて、あの焼酎のお湯割りととかね、でちょうどその時にわしは日本酒にハマって、でそっからこうでも会えない時とかはちょっと電話しながら、今日どげんやったとか言いながらちょっとねこう一緒に、あ遠距離で飲むんだ、そうそうそう電話しながらね、いいな、いいな、遠距離って言ってもねその家と家のあれですけどね、いやいいね、なんかそれを思い出しちゃったら思い出した味でございますいやいいですよね、そう遠距離晩酌、遠距離晩酌いいよね、うん、確かに遠距離晩酌って曲作ったらいいじゃないの遠距離晩酌だってゆうさんにお酒の曲多いもんね、あるもんね、あそうですね、ビールかビアが、ビアはもうまさにその曲で、まあ、例えば4畳半とかなんて、もうちょっとね、ささやかな晩酌をしようかなんて、ね、確かに、その時に作った曲なわけじゃない、そうですね、おその時の曲なんだ、ま、4畳半はまさにその時のちょっと楽しみだな、次また聴くのが、あっ、あーって思いながら、そういう感じやったんで、ね、いやでもやっぱ恋愛すると曲に深みが出るっていうのよく言われるじゃないですか、だからいいんだろうね、だからいいんだろうね、きっといい曲が、いや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 、女子の胸にグッとくるじゃん、雄大くんの歌ってこう、なんかあら、そうですか、うん、割と野郎のレスポンスがいいような気がしてますけど、え、女子も多くない、なんかそうですね、わーって来る子、嬉しい、へー、そうですね、いや、すっきり、すっきり美味しいな、このこれね、これうまいね、あ、でも、ちょっと当てが欲しかね、なんかこうさあ、ちょっとね、なんか買ってこようと思ったんですけどね、ほんとは、あれね、ミルコさんと、なんだっけこれ、きゅうりの漬物、ぬか漬け、はいはい、ぬか漬けかな、みるこさんぬか漬け作るんですよ、えだからいいねじゃあ次こそぬか漬けって言ってたんですけど、今日はね、持ってこれなかったからね、次ぬか漬け、ぬか漬けとこうね、お酒っていうので、ぬか床は宇宙って言うけんね、知っとる、なんかすごい場合、ね、釘とか入れるやろ、あのぬか床に、あサビの、あえてサビの入れる、鉄分のあれとかさでもその釘も、もうなくなるでしょ、なくなるの？なくなるって、そんな考え終わって食べられちゃう、なんかこう、なんかやれちゃう、分解されてる、すごいな、へえ、すごい、ぬか床、で、そのぬか床、ミルコさんが作ったぬか床と、今度で、できた子たち、野菜たち、もうぬか漬けたちが、ぬか漬けたちと、普通に売っているぬか漬けはどっちが美味しいかっていうのを本当はやる予定だったんですよ、今日、残念ながら、ね、今日はそれができずお酒だけになっちゃった感じなので ね、また遊びに来てくださいよ、ちょっと来ますそういう時にね、そうやったらわしちょっともう得意のだし巻き卵でもその厨房で巻きますので、すごい、わしのだし巻き卵うまいけんね、おさすが、いやほんとに、こだわりの、言ってしまえばあれですけど、多分ね、味付けにセンスがあるもので、お、え、どう味付け味付けね、料理の味付けさすが、習わないとダメだな、これは、へー、いや、まあ、コツがある、コツはですね、ちょっと辛め、あ、辛めなんだ、やっぱその、減塩なんてクソくらいやっぱね、こう、ちょっとしょっぱい方が酒も進むよ、ね、確かに、飲むからね、まあ、体には悪いかもしれんばって、大丈夫、その分汗をかきましょうと、確かに、それなのもみたいな、いや本当に米の水、梅水晶かな、あそうそう、一番最初の初回はもう0回がボリューム0があったんですよ、ボリューム0は、あの心ゆるりんっていう、あの日本酒と、あと家にはそ、あれ作ったやつ、日本酒女子で作った日本酒と、
家にあった梅水晶持ってきたんですよ。まあ梅水晶なんていいよね、美味しいなと思って、ね、サメ軟骨とね、そうそうそう、カリッカリのコリッコリな感じがいいなと思って、今日ね何もないからそこでたこ焼き買ってこいかなと若干思ったけど、たこ焼き、ビールはたこ焼きいいんだけど、なんかこっちもったいなくなるのかな。あれもたこ焼きもあれでしょ、多分そのこのジェットロボットの隣にあるたこ焼き屋さんは、あの味のバリエーションが豊富やけ、あ、そうなんだ、あのポン酢とかだしとかもあって、塩たこ、塩レモンとかもあるけ、へー、あ、じゃあそう、多分だし醤油かなんかで、まあ、ネギ散らして、あ、そしたら合うかもしんない、ね、うわ、食べたくなってきちゃった絶対ない、そう、タコってね、いい出汁出るんよね、ほんとに、いい、へー、いいな、このね、美味しい感じのあれがありますが、で、神社に行くのが好きで、うん、あれです、今回も御朱印をね、あ、あれ、御朱印帳、そう、作ったんですよ、御朱印帳を、あ、結構いっとるねだからこの番組を始めるっていうので、はあ、御朱印集めていこうと思って、はあ、ちゃんと行けましたよ。じゃあ江ノ島神社、江ノ島神社行ってきました。ご日にち分かっちゃうけどっていうやつね、アップしてくれないっていうこうね、毎回一個どっか行って帰ってもらうっていうのにしようかなと思って、ちゃんと続けてますよっていう。日本全国でさ、うん、神社っていっぱいある。御朱印押してくれるのは神社、神社、お寺もなんか最近押してくれるとこもあるらしくて、いや、何社っていうと、何社、神社、でもだって1個のところで、だって最初出雲大社に行ったんですよ。で、いろんなとこ行ってって御朱印の総本山じゃん、御朱印の存在はしてたんですけど、やり始めちゃうと、うん、止まんないだろうと思ってやってなかったんだけど、出雲大社に行ったら、うん、やりたいと思っちゃって、出雲大社だけで4つぐらいあるんですよ。あ、そんなにあるの、うん、押してくれるのは。いや、でも本当日本のね、矢をよろずの神様の、そう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 、総本山でしょ、出雲大社なんて。そうなんですよ、島根だけ知ってましたか、11月 ?9 月神奈月が、あの島根県だけ神有月っていうね、有名な話がありますよね。私がこれをに行った時が、もうちょっと後だと神有月だったんですよ。ちょうどなんか旧暦、あれ旧暦だからあれだったんですよね、今のじゃなくて。そう、他のねところが神奈月、神様がいなくなるのは、その出雲大社に日本全国のね、そう、神様が集まって他県っていうのがありますよね。なんか神様が入るところ閉まってました。おー、もうちょっとしたら入るよみたいな感じ。おー、すごい、ね、あーって思って、ここかーって思いながら、でもあれなんですよ、またちょっとね、神有月には行けないんですけど、うん、今週末、うん、行くんです出雲大社にまた行ってまいりますということでね、まあ、ね、次回はそこの日本酒かなみたいなね、島根の日本酒を買って帰ってこれるかな、島根といったらありますよって思って、もう一押しの日本酒。え、何ですか。王六、王六、王六、王、王、王様の王に、おうおうおう、なんだっけ、このね、これ何て言うっけ、この作りや、何編、なん、示す編じゃなくて、あの神様のこれ、あ、示す編、これなんだろう、神様の神のに、根に、あ、緑で、あ、オーロクっていう、ほう、あれ島根やった気がする。あれオーロクは美味しい。え、がっつり系、あのね、辛口と歌っとる割にはめっちゃ香りが高いと。へえ、確かにこう後味のキレというのは、うん、切れとるけど、うん、しっかりこうふわっと香って、うん、スッと切れるような。へえ、これはうまい。お、そう、ちょっとじゃあ探してこよう、うん、持って帰ってくるかな。もう一番怖いのは日本酒買って、うん、帰ってくるまでにパリンって割らないかが一番怖い。そうだね、そう送っちゃえばいいのか、まあね、送っちゃえばいいのかな、送るとね、うん、本当に。いや、今回ね、まだね、いろいろ取れてないんですけどね、うん、電車とか行き、あれで行きたいんですよ、なんだっけ、電車、夜初の夜行電車って、そう、行く予定なんですけどね、お、まあ取ってないって、取らないと来週、来週や、もうすぐ、もう数日後ですよね。もうね、
今週末今週末まだあるの、まあ、一緒に行く子が、うん、明日旅行会社に行ってきますって言ってたから取れるといいなっていう感じなんですけど、夜行電車、はいはい、あ、え、寝台列車ってやつ、あ、そう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 、いいね、寝台、いやおつなことをやってますな、ひとみなんかね、あんまり休み連続で取れなかったりするから、取れた時に行くぞって言って行きたいなって、寝台列車、あ、でもあれはそっか、うん、まあ、二段ベッドみたいになってるあるよね、多分イメージ的に、うん、なんかどうな、女子に人気って言ってたから、ちゃんとしたなんか、ちゃんとしたのがあるみたいで、なんかちょっと違うのかもしれんね、うん、その報告もできた、まあ乗れたらですけどね、取ってね、さらに仕事が終わってそれに乗れるかっていう、そうね、怖さはあるけれど、いや、まあ大丈夫でしょう、なんとかして乗れるはずって、うん、寝台、夜行、うんうん、夜行バスとか、そう、遠征行くときなんて、あの、まあちょっと前は夜行バスが多かったんですけど、それで行くときなんて大体一人やろ、ほいで、もう周りはみんな寝らすけん、寝ちゃうねん、いやもう、あの、多分9時10時ぐらいから出て、まあ10時11時ぐらいにもう高速入って、で、それぐらいのタイミングで、あの、消灯しますと、あ、そっか、もう暗くなっちゃう、あの、まあ4列シートないしのね、こう狭いところでね、もうそこでいかに、あの、快適に過ごすかといったら、もう酒ですよ、あ、ただ、その消灯になってからプシッとか、あの、ボリボリやると気まじいけん、なるべく音が出ない、このね、イカとかこうチーズとか、あー、にしとくんだ、ジャーキーだしを手にして、で、ビールをこう飲みつつ、2、3本飲んで、で、こう、あれよね、こうひたすらベスポジを探すんですよ難しいんですよね、そうそうそう、あの、なんかこうリクライニングの、1時、2時ぐらいまでかかってベスポジを探して眠気もピークに来たところで、こう、収まって、で、それでもう明け方、はははまあ、5時、6時に、まあ、大阪ないし、あの、そう、こう仙台ないしとかについてみたいな感じでしたね。あ、へえ、じゃあそういうの、遠征の時に使う？そうね、夜行バスは遠征で、一回ね、こう里帰りの時に、その盆、初盆、じいちゃんのね、あの初盆があった時に、まあ初盆やけん帰っとかんとなと思って帰った時があったとかって、その、やっぱあの、ゴールデンウィーク、盆正月って、飛行機がもうギャン高いんですよ、あの、マジで倍ぐらい違くて、で、それでもやっぱ新幹線とその高速バスは値段はそんなに変わらんと、え、そんなに、そうなんだよ、新幹線も多分変わらんめ、あの、普段と、で、バスも確か片道1万かからんぐらいで7、8千とかで行けるんで、確か、ただ、我が地元までは15時間かかりますよ15時間って1日のうちのね、いや、半端ない、わ、8分の5ですね、確かに、いや、それをかけて行くと、いや、あれはね、一回ね、こう、行きと帰りとやりましたけど、もう二度とバスはやめようともうちょっと短い時間なら快適だと思う、とかね、もうちょっとこの広いシート、そう、3列シートとかやったらね、多分いいっちゃろうけど、ね、バス旅はね、いや、もう、いや、それはいいや、でも、でももうちょい払うわと思って、確かに、ちょっと楽しみなんですよね、帰りは飛行機の予定なんですけど、行きそのね、どうなることやら、そう、ね、向こうに着いてから無事なのかっていうね、多分飲む子と一緒に行くんで、これ何時着みたいな、何時だろう、全然調べてないけど多分朝昼ぐらいに着いて、そこからまたもう予定がもうわーって入ってる感じ、そうよね、いろいろ多分初日に出雲大社に行くんじゃなかったかなっていう、このね、任せっきり感がいつも自分一人で一人旅行くときは全部自分で決めていくんだけど、まあね、誰かいるとでも任せちゃう、あ、ちなみに私はあれですよ、旅行で、旅行っていうか、あの、旅かな、あの47都道府県ちゃんと全部行ってますよね、
すごい。そうなんですよ。まだ全然ポンポンポンしか行ってない。県庁所在地と呼ばれるところも全部回りましたね。すごい。なんで？これが遡ればもう14年前になりますね。ちょうど今頃はもう6月やろ。まだ多分北海道に入ってないぐらいかな。多分秋田とかその辺を回ってた時期だと思います。ギターを背負い、おバイクに乗って、あの日本一周の武者修行をしてたんですね。それでもう、歌って稼いだ金でガソリン代、ご飯代、フェリー代も全部賄ってそういう武者修行してたんですけど、すごい武者修行、武者修行だもんで、そう日本は全部行ったことあります。わ、ただ島根やろ、なんかあったかいな、島根、ね、パッと出てこない。寄った？立ち寄った？いや、もちろん多分島根、出雲大社行った？あ、出雲大社行ってない。ちょっとね、ちょっと行くのが、ね、外れるでしょ。で、その、ね、やっぱ歌って、そう稼いで回りよったけん、どうしてもその栄えとる町で人がおるところじゃないと、そう稼げんということで、そうだったもんで、そんなに観光とかは、あ、ただ、あの三大名所、松島、天の橋立、あとなんだっけ、広島か、あれだ、宮島は、やっぱちょっと見とこうとかありまして、そうね、あとでも旅似合うもんね。ありがとうございます。もうイメージが完全な意味で、似合うし、だからなんか来てるか、梅水晶で止まってるな。いやいやいや、ねえ、そういう、いやでもなんか旅好きな人がいっぱいいると楽しいなと思って、ね、旅ね、旅で、そう、ね、なんかね、こうミルコさんがいると、こうフェチ話とか下ネタ話に行くんですけど、私だけだとした方がいいかな、行かないんだな、ホテルいざよいっていうぐらい、いやもう行かないなと思って、でもそう、本当にね、一人で喋ったらどうしようと思ってたけれども、え、いやもう来てもらえたからよかったと思って、あーね、一人だったら、そう、一人だったらもうなんかずーっとこの淡々とこうして淡々とこう飲んでる間どうしようみたいなことにもなってしまうのでね、もうほんとこんなグダグダな感じだけれども、本当に晩酌みたいな感じでいいんじゃないかなっていうのがあるので、結構あとまだいい時間にはなってきてるんですけど、なんかライブとかのこの前あれですよね、私も見に行ったんですけど、河本さんの演劇の舞台の曲を、そう、海賊のように飲む会という、あの劇団がありまして、それの、7周年記念公演に、あのひょんなことから、楽曲を書き下ろし、その舞台のために書いて、で、まあ、ちょっと使ってもらってみたいな。本当にたまたま行った時が、あ、行って、あれと思って、途中でいなくなったと思って、そうね、おやおやって、この曲はこの声はと思ったら、もう舞台がこう終焉になって、カーテンコールの時にこう呼び込みがかかって、ちょっとご好意で、その書き下ろした曲を歌わせてもらって、生で聴いてまいりました。もうガチガチに緊張して、ね、本当に、あのね、やっぱ違う、確かにちょっと緊張してるなと思ったけど、いや普通だった気がするけどな。そこはね、なるべくこうお首にも出さないようにしたんだけど、やっぱそう、こうね、やっぱこうミュージシャンと役者って、まあ、同じ板の上にいたず、矢面に立ってるあれかもしれんばって、やっぱりね、こうちょっとね、こう違うわけですよ。確かに違う。まあ両方やってる人もね、多分おらっしゃるけど、私なんてこの演技っていうのはね、ちょっとこう演技を、いやすごいなと思いながら見とった健康をね、尊敬のまなざしというか、やっぱ違うなって、さすがだなって思って、やはり引き込まれていく感じがとかさ、やけ普通に見えるあれを演技しとるってことやろ、そう、ちょっと分からんことなるやん、そんな、いやすごいな、本当自然体で、しかもなんか
グッとくるポイントがやっぱりあるじゃないですか。そう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 、いやーすごいなと思って。で演出もそうだし、そう最近思ったのは本当に舞台って面白いなって思って、うん、面白い行ったら、うん、ドラマ映画は、うん、あれなんですよね、 CD 音源なんですよね、うん、アルバムないし、うん、そういう、うん、あれでもちゃんとこうピシャッとこう整われた、うんうん、撮られたテイクをこう見る聞くって感じもあって、うん、舞台は本当にライブなんですよね。確かに生のライブと同じことが起きてますもんね。やけんね、本当に音楽と、演技はちょっとライブ、うん、やけんでもうライブに音楽やったらライブに来る、うん、演技やったら舞台に行くっていう、うん、これはちょっと一回してほしいですね。確かに全然違いますよ、ね、本当にすごいなと思いつつ、ね、いやなんかね舞台の裏の事情を聞いたりするとなんかこうお酒を飲むシーンとかで、うん、普通ね水とかだったりするじゃないですか、うん、だけど最後の日だけお酒が本当に入ってるとかいつもあるところに物がないとか結構やってアドリブを出したりするっていう時もあるらしくて、怖って思いながらもまあ、そういうのもあるんだなって思って、まあ、きっちりやるところはきっちりやるんだと思うんですけど面白いなと思いつつ、そうです、うん、ちょうどその日がダブルキャストの日で一役だけ別の人が演じるっていう回やったけん、2回見た、あ、夜も見た、そうなんですよ。で、そうするとで、またねこうやっぱ違うんですよ、ちょっとちょろっと、それもまた面白いって言ってる人によって会場の空気感もそうやし、うんうんうん、やってる人の、ちょっとしたニュアンスも、うんうんうん、まあ、大筋は多分一緒なんですけど、うんうん、ちょっとね、そういうのとか、あとそう、うん、で舞台を見るにあたっては、うんうん、多分その好きな人、知り合いでもいいし、うんうん、そういう人をこう一人二人決めていくとその人を追ってちゃんと見るとまた面白いし、でそれでこう引いてそのストーリーを見た時に、あ、この役好きだな、この演技好きだなとか、それがねこう多分どん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 増えていくと思うんですよ。これ知り合いで言ったけどこの役の人めっちゃ素敵やった、うん、結構ありますよね。思ったら今度はその人が出とったらねちょっと追っかけてもいいし、結構盾が好きだから、あーいいよね、劇団ブラッツさんのも大好きで、そうブラッツは本当にね、かっこいい、盾はかっこいい、かっこいいと思ってもう前を見に行きたいと思ってまた、ね、いろいろあるんでね、本当あれですよね、新しい世界、バイクの一人旅、バイクの一人旅よくします、ゆだかさん、あー47人との思い出も47人、あれですよ、あれと行ったところにそれぞれ女がいるってやつでしょ、各県に一人こう愛人がおるみたいな話でしょ、無理ですよあれはそんなの、私ではないんですけどもうちょっと先輩がですね、作らないとねそれぐらいね、各地にねこう点々とこう歌って回ってる人がおったけど、うんうんうん、その地方47人作ろうとこう意気込んでた人がおったんですよね。ただ雄大っつって、うんうん、ね、ロケットペンシルバーっつってもう多分多分10人ぐらいで、うんうん、カチッとこう入れ替わるらしい、あー確かに47は無理って言いました、そうなんだ、確かにね、ロケットペンシルって思ってねえ、うん、舞台は、ね、そう舞台は同じ舞台でも毎回ね、そう違うからねっていうのがね、そうなんですよ、ライブですよ、まさにそうなんです、ライブなんで、そう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 、そんなこんなんでだいぶ早い、もうあっという間な、あれもう終わりですか、あっという間な時間で物見ながらやりながら喋ったりするとあっという間なんですけど、なんか告知ありますか、告知、ぜひぜひ、告知やったら、近畿やったら6月の23、うんうん、土曜日ですね、ここ高田のババジェットロボットでブッキングのライブで出ますので、うんうん、よかったら、あとはツイッター、山辺に撮り、そうですね、こちらのオスに大きい島雄大と書きましておりますので、うんうん、34歳になりましてちょっと今年はねそうだ、誕生日だった、活性化と、活性化、ツイッターもなるだけこうちょっと頻繁に更新するようにし、あんまり更新されないのか、そう、ライブの告知もちょっと頻繁にし、うんうん、
で、8月の19日、これまた土曜日かな、なんですけど、レコ発のイベントをやります。新高円寺、スタックスフレットで、これもまあちょっとツイッターチェックしていただければ、これ幸いかと思いますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。本当にいい歌が多いんで、私も大好きなので、ぜひ皆さん聴いてもらえたらなと思います。そして私もですね、6月28日、ここ金曜日かな、高田のババジェットロボットでブッキングがあるのと、7月1日が長岡智ちゃんとツーマンライブお昼にあるのと、8月26がバースデーパーティーを、やりますので、場所が違うところなんですか。あと10月14日がレコ発ワンマンライブを新宿のサクトでやりますので、これは夜になるんですが、ウェブサイトも作ったし、いろいろ Facebook、Twitter とやってますので、情報チェックしていただいて来てもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日は本当に急遽だったんですけど、来ていただいてありがとうございます。ちょっとゆたかさん、わしのことをフォローしてください。ちょっとこう、あんなチェックしてください。めっちゃ広いやったやつもあるけどね、同じ同郷の多分先輩になるのかな、わからんかって。後輩やったらちょっと頼んだばい。先輩だと絶対先輩と思う。先輩だと思う。ということでね、いろいろとつながれたということで、いや楽しかったです。呼んでいただきありがとうございました。お酒をごちそうさまでした。ゆっくり、あとは皆さん寝るだけということで、いい夢見ろよ。おー、ではおやすみなさーい。おやすみー。